と次回予告くじ。放送当時マリュー役の三石さんが担当していた次回予告原稿が入った箱の中から1枚引いて送っているコーナーなんですけれども、今回はですね、リンカさんという方から、こういうのをお便りいただきました、はい、今も変わらず美しくて可愛らしいお声が大好きな三石さん。あ、本当に書いてある、ありがとうございます。書いてありますよ。このラジオでは次回予告くじという企画があり、三石さんが担当されてて予告をランダムで関が読み上げているんですけれども、ぜひ三石さんの声でもう一回聞きたい予告がありますと。それはシードが新番組として始まる時に流れていた予告で、予告の最後にまた新たな伝説が始まると三石さんがかっこよく決めてくださってるんですが、20年経った今シードは劇場版としてさらに新たな伝説を始めようとしています、はい、ぜひもう一度あの力強くてドキドキして予告を聞けたら嬉しいです。これからも関さん、三井さん、ガンダムシード応援しています。はい、あ、緊張するね。真面目にやるの、はい、真面目にお願いします。かっこよく、みんな期待しておりますんで。はい、モノ本ですよ。今までもまがいものがずっとやってましたから、まがいものじゃないでしょ、みんな。その人なりのね、はい、はい、味が出るわけですけど、はい、まあもう20年経って今の三井さんの、あの、そうですよね、はい、感じで問題ございませんので、ひりがなとか振ってないよ。あ、そうだ、ちゃんと真面目だから。ちゃんといろいろ調べてください。ダメだったらもう一回やろう。はい、大丈夫、はい、行きましょう。まずじゃあ、ドキドキ、じゃあテイク1でございます。三井さん、お願いします。コズミックイラ70、地球プラント間の対立は泥沼化し、両者はついに最後の外交手段に踏み切った、すなわち開戦である。そして物語はその1年後から始まる。機動戦士ガンダムシード、デュエル、バスター、イージス、ブリッツ、そしてストライクガンダム、また新たな伝説が始まる。わあ、素晴らしい。 OK ですか？ OK です。ちょっとね、デュエルがあのデュエルになってましたけど。本当、はい、でも大丈夫です。デュエル、デュエル大丈夫、僕のガンダムなんで大丈夫です。それはごめんね、大丈夫です。でもすごいかっこよかった、やっぱり。よかった。コズミックイラ70、地球プラントの対立は泥沼化し、両者はついに最後の外交手段に踏み切った、すなわち開戦である。そして物語はその1年後から始まる。機動戦士ガンダムシード、デュエル、バスター、イージス、ブリッツ、そしてストライクガンダム、また新たな伝説が始まる。